オバンスキーチです。今回ですね、仙台食丸さんにお伺いしました。2021年の1月に開店したばかりのお店でして、で古民家を買い取ってそこを改装したお店になってます。で店内はこんな感じになってまして、座敷ですね、すべて座敷になってまして、かなり店内は広い感じになっております。メニュー表がなんですけども、定食以外に麺類とか丼物、今回丼物の鶏カツ丼を頼みました。これおすすめらしいんで、これをちょっと頼んでみました。で今回特別に店内 の撮影というか調理工程の撮影許可いただいたので、それを撮らせていただきました。で今回鶏カツ丼なので、この鶏の仕込み風景ですね、これ今突然モザイク入ったんですけど、これですね、調理工程に特別な調理工程がありまして、で僕は見たんですけどね、なんかすごいことしてるんですよね。なんかこれすごいことをすると、なんかめちゃめちゃうまい鶏カツができると、まあ、これ教えられないんですけど、もうゴリゴリにモザイク入れてるんで、もうちょっとこれ想像でちょっと想像してみてください。これめちゃめちゃうまいんで、はい。でその特別な処理を終えた鶏にですね、小麦粉と卵とあとパン粉ですね、でこれ普通につけて、でそれを揚げていくという感じになっております。でここの工程自体はまあ普通ですよね。でこの前にですね、さっきの中のモザイクのやつが秘密が隠されてるんですけど、でこれ普通の鶏カツって言ったら、なんかちょっと何ていうんですか、もうちょっと分厚くないって思いません？なんかこう薄いんですよ。まああえて薄くしてるんですけど、でこれをですね、普通に揚げるわけなんですけど、揚げに関してもですね、まあ、温度と時間を何度も試行錯誤して一番ベストな状態にしているそうです。揚げ物の音ってたまんないですよね。はい、ということで最後に盛り付けに入ります。で一応一番下にですね、ご飯とカツを乗せて、その上にまたご飯を入れてタレかけてサンドしてるんですよね。でそのサンドしたやつに、特製のタレをちょっとつけ込み、かけるというか漬け込むのか、漬け込んでちょっと漬け込んだやつをかけると、で盛り付けて終了ですね。はい、つきました。で今回ですね、これなんかソースかかってないんじゃないって思う方いません？で僕は思ったんですけど、これですね、食べてみると分かるんですけど、めちゃめちゃ味染み込んでるんですよね。仕込みの段階でめちゃめちゃ味染み込んでて、で結構本当にふっくらしてるんですよね。意外と鶏カツが薄いんですけど、パサパサしてるんじゃないのって思いますけど、全然してないんですよ。で味もしっかり下味がついてるので、ソースなんてかけなくても全然味濃くてうまいんですよね。で今回ですね、汁物にごぼ天そばも頼んだので、ちょっとごぼ天そばもね、ちょっと食べてますね今ね。これもめちゃめちゃうまいんですよ。あんまりごぼ天そばって宮城とか東北にはあんまりない文化ですよね。でこれ別角度からの、もう別角度っていうか、もう食べる前に取ったやつなんですけど、でこれがですね、ちょっと薄ごぼうなんですよね。薄ごぼうで、これなんかどうやって揚げてんだろう、なんかとりあえずサクサクしてて、ごぼうの香りが香ってうまいんですよね。でそばに関してもですね、製麺所で頼んでるそばなので、まあそんな村中そこらのスーパーで売ってるようなクオリティじゃなかったですね。もうふわふわだけどちょっとサクサクも残ってて、めちゃめちゃうまいですね。一応今回頼んだのがお店一押しの鶏カツ丼とごぼ天そばの2つなんですけど、これ以外にもメニューがいっぱいあってですね、気になるメニューはいっぱいありました。でオーナーさんがですね、めちゃめちゃ味にこだわっていて、でそれをなんか聞いてたんですけど、聞けば聞くほど本当味で勝負してるんだなっていうのを思いましたね。でもこの一押しなだけあって、ごぼ天も鶏カツもめちゃめちゃうまかったんで、この2つはぜひ好きな人は食べてみてください。後悔しないと思います。あと食べたことがない味ですね、本当に。そばはまだわかるんですけど、鶏カツに関しては他で食べたことがない下味の味付けっていうんですかね、感じましたね。で一応ボリュームも満点で、鶏カツに関してもそばに関してもめちゃめちゃすごいいっぱい入ってて、
お満体満足って感じでしたね。一応冒頭でもお伝えしましたが、こちらのお店に関しては2021年の1月にオープンしたばかりなので、まだまだ知らない人がいっぱいいると思うんですよね。で、一応メニューに関しても結構豊富ですし、で、一応こだわってる食材メニューいっぱいあるので、一度行ってみてください。で、僕もですね、かなりこの鶏カツ丼癖になるなと思ったんで、でまた来たいと思います。そして最後にですね、オーナーさんから甘味もうまいよっていうことだったんで、ずんだ餅頼んでみました。で、手作りのずんだ餅になってまして、で、餅がですね、もう賞味期限がもう1分だか何十秒しかありませんって言われて、もうすぐ餅が固くなっちゃうそうなんですね。なので、もうこのトロトロなうちにこのずんだと絡めてデザートも食べちゃいました。もうめちゃめちゃうまかったっすね。で、定食もデザートも本当に美味しくて大満足でした。で、こちらのお店ですね、情報の方は概要欄に載せておくので、仙台で定食何しようかなって気になった方はぜひこちらのお店行ってみてください。概要欄からどうぞ。それではバイバイ。